の下に首輪を持ってほしい、はい、まあ今 これぐらいです、はいはい、じゃあ、これをちょっとしたことで体を柔らかくしてみたいと思います、はい、それは何かというとですね、パチパチパンチです。パチパチパンチ、パンチだとグーだまあまあね、じゃあどうするかというと、はい、自分で体を叩いてます。パチパチパチ、やってる最中から分かりました。はい、じゃあ、さっきやるよ、ね、あら、あっという間に。なるほど。なるほど。もう作るじゃないですか。すごい。すごい。こんだけ柔らかくなります。へぇー。もうね、パチパチって言われて、えって思ったんですけど、やられてて、ああって思いました。あ緩んでいくんだ、それ。刺激されて。これなんか安いお肉を叩いて柔らかくする的な感じですか。あ、でも、ね、でもそんな感覚なし、まあ、そんな感覚で捉えてもいいですよ。でやるんだったらなるほど、まあ、もう簡単にこれの何、例えば神経って、まあ、こうね、考えたことがここに伝わってグーとかパーとかできるじゃないですか。でもね、神経って結構寝てるんですよね。寝てるんです。グーって寝てる、まあ、起きてる神経と寝てる神経があります。で、それこうたね、から、これはこう、でも、ね、昼間だったらね、ちゃんと神経って活動してほしいじゃないですか。うんうんうん、で、夜はね、こう、薬寝てもらって、神経さ、うんうん。で、だからそういうね、視力をはっきりつけるために、こうパチパチパチって叩くことで、ほらほら、ちゃんと起きなさい。ちゃんと、あなたもね、サボってないで仕事しなさい。パチ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 ってことを叩き起こしたんですよ。まあ、これはインパルス活性って言うんですけどね。活性化する。だから本当に朝起きて何、動きにくいとかね、っていうかパチパチパチで叩いてあげると神経がちゃんと目が覚めすんで、じゃあアニマル浜口の愛の張り手はすごい効くわけですね。はい、でこれスポーツ選手もやってますよね。うん、ね、相撲たちがパンパンパン。で、あれはただ気合を入れるためにやってるだけじゃなくて、実は体をより動かせるようにするためにやってるんですよ。なるほどね。柔道選手の背中バンバンバン。あ、そうそうそう。